さあ続いての起業家の方をお呼びしたいんですが、実は今回こんな新たな試みも行っています。3月10日に栃木県の宇都宮市で堀江さん主催の堀江エキスポ2024栃木が開催されました。イベントでは堀江さんとさまざまな分野の著名人7人が1対1の対談をしたり、参加してくれた方がビジネスとグルメの最前線に触れる企画が催されました。そしてこのメイクマネーサバイブもこのイベントに趣ある企画を行ってきました。まずは VTR をご覧ください。さて今回は出張メイクマネーサバイブということで堀江エキスポ2024栃木にやってきています。堀江さん、ついにね出張も外に出ましたね、飛び出しまして盛り上がってますね、すごい人ですよ。いやここさ、そのライトレール、ライトラインっていうのが開通して、今すごい盛り上がり方で、すごい人いるよ。いや本当そうですね。すごいです。そしてですね、あの堀江さん、今日たくさんブースが出展されていて、その中で堀江先生のビジネス総会心と、しまして堀江さんがメイクマネーサバイブでも話聞いてみたいかもという起業家がいた場合には、今回こちら推薦状が渡されて本番に出るということでね、ここぞというところを堀江さんに見つけていただきたいなと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、ということで私も堀江さんと一緒に出展されているブースを全て回ってきました。皆さんはどんなことを、栃木レザーっていう革を使って全て、栃木レザーって何なんですか。栃木県にあるんですけども、一応世界五大川って言われてて、世界五大川、はい、一応言われてます。なめし方が自然のものを使ったものだけで、なめしてすごい張りがあったり腰があったりする。で一番すごいのが自然のものなので、最終的に土に帰ると言われてます。これは何なんですか。AI 思い切り押し続けていきます。そう押し続けて、そうです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 。AI の分析は何が分かるんですか。この数字が出て、これが自分の筋力、で次回やるときはこの筋力に合わせて AI がまた分析してくれる。便利。グリーンコーヒー。グリーンコーヒー入れさせてもらっていいですか。はい、何なんですかそれ。こんな風なあのスプレードライ製法で、はい、無農薬の木豆のエキストラクトをそのまま燻蒸っていう作業もなしで飲みます。はい、ありがとうございます。まあ普通に美味しいです。ポタージュ、伝統野菜とか原種野菜を使ったポタージュを開発しております。へえ、はい、熱を一切通してないので、その野菜自体の風味がすごく出ているポタージュになります。でもここで食べられないですよね。そうです、今ですね予約販売という形でやってるんですけども、これ絶対食べさせないとダメなんじゃないですか。そうなんですよ。確かに。ただちょっと間に合わなくてですね、ただあのもう今月末にはもう実は商品完成予定なんですけども。あ、まだないんだ。そうなんですよ、実は今製造室あの試作段階でして、そうですね、こちらは何がいいんですか。こちらは伝統野菜なのがいい。そうですね、日本の伝統に付加価値をつけて我々はあの世の中に出していくっていうことをやっておりまして。食べたいけどね。美味しそうですよね。本当ですか。あのぜひお送りさせていただいてもよろしいですか。でもメイクマネー来ればいいじゃんね。メイクマネー来たらいいですか。これ良ければよろしいですか。ありがとうございます。優しいな。ということで1人目は伝統野菜を使ったビジネスを行うファーメントベースさんに決定です。そしてすごい、こんにちは、こんにちは。そういうことなんだ。メイドの方に30人ほどこのように棚に並べていただいておりまして、作家さんみんな違うんですね。はい、今日は4人やってます。でこちらどんぐりのエチケット、可愛らしいです、ね、並べていただくということで、本当に小さいお店にとってはありがたい収入というのが確定的にもらえるということがあって。あ、なるほど、そういうことなんだ。はい、いいですね。いいですよね。はい、じゃあ良ければ、あ、じゃあ来てもらえますか。ぜひ。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ということで本日のメイクマネーサバイブには堀江さん推薦の2人の起業家にご登場いただきますが、堀江さん、はい、なんと堀江さんはどうしても外せないご予定がある。そうなんですよ。推薦だけして、あの、はい、推薦だけして、推薦逃げですか。あの今日はここで飛び出さないといけないということなんです。ちなみに何があるか。あ、そうなんですよ。なんかこの後なんかなんだっけ、自民党本部でなんかデジタルプラットフォームのなんか規制をする委員会みたいなのが開かれてて、あのなんかメタ社の詐欺広告とか、そっちが大事
あれを訴えに素晴らしい行ってきます。それでは堀江さんはここまでということになります、はい、皆さん審査よろしくお願いします行ってらっしゃいませ、はい、ありがとうございます、はい、でしたお疲れ様でした。続いて堀江エキスポで推薦状を手にした2人目の起業家は、日本古来の味をそのままで伝統野菜を使ったポタージュを開発する株式会社ファーメントベース平松光之さんです。よろしくお願いします。突然ですが皆様は伝統野菜をご存知でしょうか。伝統野菜とは同じ土地で種を取っては植えて育ててという作業を伝統的に繰り返し長い年月をかけて受け継がれてきた野菜のことです。伝統野菜は栄養価がとても豊富で、甘みや酸味、苦みや辛みなど野菜本来の風味を色濃く含んだ美味しい野菜です。ですが形がバラバラで栽培に手間がかかり大量に生産することが難しく、認知度がとても低いのが現状です。現在は品種改良された F1 野菜が主流となっております。ですが品種改良を重ねてきた結果、ここ60年で野菜の栄養価は大きく低下してしまいました。実際にほうれん草の場合ですと鉄分が 13mg から 2mg へ、ビタミン C は 150mg から 35mg まで減少しております。栄養価の減少の要因は土にもあります。化学肥料や農薬を使うことによって野菜が土から栄養素を吸収するために必要な多くの微生物が減少してしまいます。このように微生物の多様性が失われてしまいますと食材の多様性も失われます。現に地球上の農場の約 66% はたった9種類の作物を作るためだけに使われております。その結果食材の種類が少なくなってしまった分、私たち腸内の微生物も少なくなり体が弱くなっていってしまいました。そこで私たちは栄養価の高い伝統野菜や原種野菜を単体ではなく付加価値をつけて販売していき、体を強くしていき健康寿命を伸ばしたいと考えております。創業当初は小豆の原種であるヤブツル小豆を利用した発酵あんこの開発を行っておりました。ですが栽培している農家さんをちょっと見つけることができなかったため、現在農場をお借りして自社栽培をしております。で、今年の2月上旬頃に市役所の紹介で堀江エキスポに参加できることになり、それをきっかけにこの伝統野菜、原種野菜の発酵ポタージュシリーズの開発を始めました。シリーズの最初の商品は栃木県の伝統野菜である三郷ネギを塩麹で発酵させたポタージュです。こちらは現在開発を進めております。開発中です。こちらのポタージュシリーズはサブスクでも展開していきたいと考えております。で、今後は伝統野菜や原種野菜を食べる文化を広めていくために1食分を1パックにした冷凍食品の開発を現在提携先の三ツ星フーズさんとともに進めております。市場規模です。弁当宅配の市場規模は今後も拡大を見込んでおります。監修パートナーです。発酵料理専門店の大島シェフと発酵料理研究家の山田先生に現在監修をしていただいております。協力者です。パタゴニアで食品事業の立ち上げを行い、日本法人の社長も歴任したジョン・ムーアさんに協力していただき、今後商品の開発を進めていきます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんのファーストジャッジを見てみましょう。こちらです。しきさん 60%、 佐藤さん 52%、 水戸さん 35% ということで、それぞれで感じ方が違ったという形になりました。まずは用意していただいているようです。まだ開発中って言ってたね。これですね、今試作の段階でして少し塩味があるんですけども、これからもっと改良していきます。あー、ベータ版みたいなもん。これが、はい、ベータ版。ありがとうございます。ありがとうございます。いい匂いです。うん、美味しい。ネギの確かに塩味強いな。ポタージュ、うん、美味しい、うん、今回のポタージュはどのようなものを用意してくださったんですか。こちらですね、栃木県の三郷ネギっていうですね、普通のネギだと6ヶ月かかるんですけど、栽培に6ヶ月かかるんですけども、うん、この三郷ネギは13ヶ月もかかって完成するネギでして、はい、それを塩麹で発酵させたポタージュになります。美味しい。いや、なんかどこがこの会社としてのコアな部分なのかがあんまり、特に最後の冷凍のお弁当をされます、はい、しますっていうことがなんかブレたなっていう感じがして、何をベースの
あのコアなものとしてそれを元にどういうプロダクトを出していくみたいなのがあんま見えなかったんで、何が一番優位性のあるものなのかが分かんなかった。やっぱりベースとか芯の部分はその伝統野菜の魅力を広げていくことでして、で最初はあのポタージュっていう伝統野菜ってまあ形や大きさがバラバラなのでポタージュ形式にすることによって形も関係なく飲めるので、そちらをまず広めていって、でその後にですね弁当の方とかも、まあ、そういう野菜をそのまま食べるような弁当っていうのも広げていきたいなっていうふうに、はい、妊娠してからそれこそなんか菌に対しての その興味っていうのが出てきて、まあ、その実際に自分が持ってる菌が、まあ、それこそオリゴ糖だったりとかビフィズス菌の量がその自分の子供のアレルギーに関わるみたいな、そういう文献を読んで、そこから割とこう菌活をしようっていうふうな今あの話から、あのすごいこういった発酵とかにもあの興味が湧いてるので、ちょっとこの点数にしたんですけど、なんかそれこそさっき の, そのネギ飲ませていただいたネギとか、これって何がいいのかっていうのがやっぱり分からない、そのブランド自体が、まあ、それこそ九条ネギとかって言われればあーっていうふうに分かりますけど、その伝統野菜自体が何なのかとか、うんうん、何がそんなに良くて昔から続いててとかっていう、そういうストーリーが見えないとやっぱりどうしてもちょっと、あの買わないかなっていうところがあったりするので、うん、そこのむしろあのブランドを作っていくっていうところからお手伝い された方がいいんじゃないかなとは思いました。あ、ぜひお願いします。以上、お手伝いしたいなは言い間違いで訂正した上でされたらいいんじゃないかなっていう、はい、ご提案となります。はい、このポタージュを手に取る人たちのターゲットというのはどんな人をイメージされてますか？現在は、若い20代から30代の、一人暮らしの方で、それはどうしてなんでしょうか？やっぱり市場がそっちのがあるっていうふうに調べたら出てきたので、はい、意外と高齢者とかもう嚥下食じゃないですけど噛まなくても栄養価が取れるっていうのでいくと意外とこういう方が向いてそうな気がしますよね。なんかやっぱりちょっと高齢者がちょっと難しいなって考えておりまして、それは、はい、やっぱり高齢者、まあ例えば施設に入っている高齢者の方たちの食事とかも考えたんですけども、その施設、あ、これ言ってるのかどうか分かんないですけど値段が決まっているので、そこに入れることができないっていう、でそれならばただネットとかでならこの宣伝とかそういうマーケティングができるんですけども、高齢者の方ですと、まあ、そこがちょっと難しくなってくるのかなっていうのを思っておりまして、ターゲット一応若い方に今は絞っております。最終結果を発表いたします。平松光幸さんの希望投資額は500万円 100% に到達した投資家はいるんでしょうか。 Deal or break。 最終結果はこちらです。椎木さん 65%、 佐藤さん 51%、 水戸さん 35% ということで、残念ながら投資は不成立となりました。椎木さんなんですが一番最後に少し上がったのが見えまして、これ座りの時にめちゃいいなと思ったんですよ。なるほど。というのもその座りの時って大体みんな偏食になるんですよ。フライドポテトとかそういう脂っこいもの食べたいって人とめっちゃ甘いもの食べたい人でもう割とこう栄養バランスがおかしくなるんですけど、その妊娠初期って本来は栄養をめちゃくちゃ一番取らなきゃいけない時期なのにそういうことになってしまうので、ポタージュでその飲みやすくて栄養も取れてっていうのであれば結構ギフトとしても可能性あるんじゃないかなと思っていて、で妊娠するとやっぱりギフトって送ってもらうこと多いので、その時にこのまあ、商品しかも高いっていう風なお話あったので、まあ、5000円ぐらいのこうちょうどいいギフトみたいな形で今後その妊娠中 の, その女性たちに送るならこのポタージュめちゃめちゃ飲みやすくていいよ、しかも栄養価高いよみたいな形でブランディングしていけばすごくいいブランドになるんじゃないかなっていう風に思ったので、ちょっとあの話しましょう。このあ、ぜひお願いします。えでも目から鱗でした本当に。いや、ありがとうございます。助けてくれることになった、やった、来てよかった。すごいことです。じゃあ不成立ではありましたが、このメイクマネーサバイブがターニングポイントになることを願っております。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい味が濃い。ただですね、まだちょっと丹波黒 の, あの風味っていうのがちょっと弱いので、もうちょっと今強くできるように開発しております。十分強いと思いますよ。もうちょっと抑えた方が逆にいいかもしれない。いや、ちょうどいいぐらいだと。
ょうどいいぐらいですか。あ、僕的にはちょうどいいぐらいで、最終我々は果物の皮などを原材料として完全にオーガニックな超吸水性ポリマーを製造しています。もともとオレンジの皮でできていて、ペクチンと呼ばれるジャムなどにも含まれている成分なので、結構ひょうたんからコマじゃないけど、自分の中で心を揺さぶられたというか、魂を揺さぶられたものってそんなになかったんですけど、可愛いハンドメイドが小さなお店に集客と安定収入をもたらす、こちらです。パーフェクトです。